ろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は Instagram TV の方では、ブレスレットですね、トキというブランドのブレスレットをご紹介しているので、まあ通常通りこっちではスタイリングをメインにご紹介していこうかなと思ってるんですけど、はい、これがまあ今つけてない状態ですね。もうつけてない状態ですね。いつも通りの岡本と鈴木、超普通の普通の通りですね。まあというのも今日からね、店頭を開けてるというか、オープンしたので、はい、再オープンしたので、まあ、またこの2人でいつも通り開けてますよということもちょっと含めつつなんですけど、じゃあこれに時が加わるとどうなるかっていうのをちょっと今日はね、スタイリング踏まえてご紹介できたらと思ってるんですけど、はい、はい、まあね、あんまり多分ね、いつも通りすぎて面白くないと思うんで、はい、じゃあ早速つけてみましょう。はい、じゃあつけてみました、はい、どうですかね、絵面は同じなので、まあ、ほぼね、分かりづらい、分かりづらいかもしれないですけど、はい、ちょっとだけお、なんか違うかなみたいな感じがね、伝わりますかね、この差で。まあ、岡本さんのはこれブラスという真鍮ですね、はい、まあ、ほぼ見えないと思いますけど、まあ結構ね、シャツにスラックス革靴っていうね、いつも通りの、はい、もうドシンプルなスタイリングに、やっぱりちょっと、はい、ちょっとだけ、そうですね、ね、アクセントが入る、はい、まあ、時計みたいな感覚でつけられるので、まあ、違和感なくというか、すごく自然に馴染むかなと思います。そうですね、はい、まあ、なので普段ね、何もつけないよという方にぜひこの感じは真似していただけたらと思うんですけど、で僕の方はもともとシルバーのブレスレットを何個かつけた上にさらにつけたっていう感じなので、まあ本当にジャケットのちょっと袖口からチラッチラッと見えるイメージではいるんですけど、はい、どうですかね、見えますかなんかね、はい、そうね、まあ、ちょっとジャケットを着てなんかカチッとしたい時とかに、はい、あんまりジャラジャラつけるのももし嫌だっていう方はもうこれ一つつけると、あまりね、ブレスレットですけどやらしさないので、まあ本当にこうちょっと落ち着いた雰囲気の中にキラッと光るアクセントというところでね、つけてもらえるとなんかまあ一番トフっぽいのかなと実は思ってたりもするんですけど、うん、まあ、あるのとないのとでは、まあ、言ってもね、そんなに主張がめちゃくちゃ強いアイテムではないので、まあ本当にね、あ、なんかいつもとちょっと違うなぐらいの雰囲気とか、はい、自分でね、なんかこういろいろコーディネートとかスタイリング組んだ時に、まあ、最後にもう一つ足すみたいなぐらいの感覚でもいいのかなと思ってます。まあね、あとは夏場になってくるとどうしてもね、 T シャツとか半袖物が多くなるので、まあ、そういった時にね、あまりつけない方とかにも、まあ、ちょっと一個アクセントとして こなれた感じっていうのを出してもらえるのかなというふうには思っているので、あとはまあ今ベルト黒ですけど、まあなんかブラウンのレザーあっても全然いいですし、まあね、まあ、ナイロンベルトはあんまりちょっとあれかもしれないですけど、まあつけられないことはないと思うので、はい、まあなんかいろいろ自己流にアレンジを加えていただいても、うん、まあそもそもね、そのつける方のパーソナルな部分を刻んでいくっていうようなブレスレットなので、まあそういう楽しみ方もできるアイテムかなと思ってます。はい、まあ今ね、このブラスとシルバーともう一色ゴールドっていうのがあるので、まあ、3色ご用意は今ありますので、はい、ぜひぜひ、ね、一度まあつけていただいて、結構ね、なんか自分の感覚にはまるはまらないがあるものだと思うので、何か色を、あ、俺はこの色がいいなとか選んでもらえたらと思います。はい、はい、じゃあね、今日はまあスタイリングと言いつつね、ちょっと分かりづらい感じが、非常に分かりづらい、分かりづらいかもしれないですけど、はい、まあ本当にこれぐらいのちょっとしたアクセントのになる、まあブレスレットをちょっとご紹介ね、はい、さりげなさがいいかなと思います、ね、うん、できたと思っているんで、ぜひぜひチェックしていただけたらと
じゃあまた明日、はい、最後今週最後の放送をして、はい、行こうと思いますね。はい、今日はじゃあこれで終わりましょうか。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。